はい、花粉症がひどいんで手短にお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。いよいよトップ50始まるタイミングじゃないですか。はい、ちょっとまたしばらく会えなくなっちゃうと思うんで、今年の意気込みをお願いします。そうですね、まあ、去年はまあすごいもう今年最強だと思ってたんですけど、じゃあ今年も同じ気持ちでいけるかってなかなかそうはいかないじゃないですか。なので今年はできるだけスタートを遅らしたんですね、まあモチベーションがこうなんていうのか切れないように でまだ何もスタートしてないからわからないんですけども、まあそんなにねやっぱりその悪い成績で終わりたいと思ってないので、気合を入れてまあ少しでも上位、そしてチャンスがあれば年間、まあこれ最初から狙っていきたいなと思っています。私はもう小森さんの IGX とか続々と登場するんで、はい、そこら辺も追いかけつつ、小森さんの成績なんかも応援しながら追いかけつつっていう感じで。そうですね、今年はねその釣り協会内での動きとしては、まあ、僕はあのコンクルージョンの竿、これもまあ、リメイクというかリボーンというか、作り先変えて今年中に1本は絶対にリリースしたいと思ってます。まあ、それとあと、まあ、IGX ですね、これがいよいよ発売になります。これを使って、まあ、いい魚を取ってしっかりと見せていきたいなと思っているので、ぜひ楽しみにしてもらいたいなと思います。